あーちょっとわかんねえ。一回がいらねえんだよな。なんでやったんだよ今よ。あー、ウィングダイブ思い出した。いや、こんな難しいゲームなんか、なんか自分で制限入れてる気がすんな。死んだ。あの内側入った時に回られちゃうのはダメなんだな。いやーもうちょっと。そうだな。ちょっと俺一個勘違いしたかも。もしかするとわざわざ回んなくてもよけられる。これわざわざ回んなくてもよ、いや回んなくてよけられんじゃん。俺いちいち回ってたよこれ。こういう時は回んない。あの斬新やな。避けてんだよねこっちはよ。避けてんだよ。うるせえ、もうこの放送で仕事の話すんな。お前らニコ生主に何時から仕事ですかとか挑戦すねえからマジ。おい！誰や？ありがとうございます。よーし、絶対クリアする。
これ今ん時は、今ん時は回避や。あーもう、なんなんだこの地獄は。今の行き方でいいよ。あー今回転終わったと図鑑がいてんだよ。なぜ食らうよ。あーちょっと違う、あーちょっと範囲が分かんない。あ、今ちょっと待って。
ないと得を払えない矢印、得を払わないと気を使い尽くしない矢印を受け継ぐ。いつも斬新の存在忘れちゃうんだよな。ここだ。やばい。なんで今の食らう。あー集中力落ちてきた。いや本当落ちてきた。ちょこれやべえな。俺ちょこう地獄に落ちるぞこれ。あと30分で決めなきゃやばい。間に合い。ちょっと簡単に。食らうのかよ、落ちてくるときに。お前これくらう。避けてるって避けてる。
つえ。弓とかなしだよな。弓とかはね、弓とかねえな。斬新意識上あーもうダメだよ。ちょっと紅茶飲んでいい？と思ったら下段じゃねえか。ごめん、ちょちょちょ。ちょ当たりすぎだろ。ちょっとThank you.
し、理論上これで勝てる。はあ、なんで今食らうんだよ。いや今のでいいよな、今ので行くしかねえよな。よし、今のいい流れ。その動きは時。いや、これはやばい。なぜ食らう？避けろ避けろ避けろよ、避けろ。なんだよ。いや、一撃一撃が弱い。守護霊のゼロのゼロ。守護霊で防御アップするの知ってるよね。嘘、知らない知らない。知らない知らない。守護霊で防御アップするの知らない。超初心者なんだよ。
気をよけろ。いやーちょ、いやちなんだ今のよー。雨ですね。いや今のはしびーなー。年のモヤモヤ斬新でとこよけすすきはだらけてるよ。スキルないもんなー。待て待て。あー今のはいらん。もう今のなんで食らっちゃうんだろうな。この時点でご飯3個使ってる時点も負けなんだよな。あーもうダメだっちゅう。ごめん。あの振り返りの救いがマジ無理だな。スキル取れるよ。スキルどうやって取れんのよ。スキル取れない。取ろうよ。スキル取り方が分かんない。スキルどうやって、スキルどうやって取れんのこれ。取れないよ。カスタマイズなのこれ。なんだこれ。これどうやってやんのこれ。なんだこれ。なんもねえ。分かってねえ。わらわら。さっきの画面でやってるよ。え？取り方わかんねえ。取り方とか全く分かんない。取れない。もうマジ分かんねえよ。もうこういうゲームよ。初めてやったよ。もしかして俺結構無謀なことやってます？ダメだー。ちょっと強くなりたーい。強くなりてー。もうなんかちょっとやばい。これ地獄だこれ。
ちょっと強くさせてください。ちょっともうちょっと強くしていいですか。縛りブレーとかじゃないんで。ちょっと絞り、ちょっとマジでもう、ちょっともう縛りブレーとかじゃないんで、ほんとつらいです。もうつらいです。忍者スキルの目つぶしとったら、ちょっとこうスキルの取り方教えてください。もう奥の手だよ。でスキルの取り方教え、スキルが取れないんです。これが取れないんです、スキルが。斬新しても勝てるかどうかのレベルですよ。目つぶしはチート級、それは主要ミッションクリアしなあしなあかんやつ。下にある、もっと下、下とかあんのかい。本当だ、なんだおい。普通に攻撃見切ってきたし、いけると思うがな。目つぶしの斬新で記憶の忍者スキル、下とかあんのかよ。これなんだよこれ。スキル効果、おのにも常世払いできるやつある。適当に取っちゃったよ。もうどう、やリセットは適当に取ったよ。知らなかった。なんだこれ、もうなんだんだこれ、中断構え。なんだこんなんの、こんなんの、こんなんの知らなかったよ。なんでポイントフェイスってんのに適当に取るんだよ。適当に取るし。忍術の目つぶしとって。回避斬新あればだいぶ違う。もうちょっと進む。ああもう。回避斬新何を。死ぬよー。あーもうなんかどんだけハンデだよお前も。斬新とかむずいな。スキル取ろう。忍者スキルの目つぶし1ポイントで取れるはず。それ取ろう。そんなんあった。砦行って術セットしないと。術とかあんの。術支度、何術って、術って何、何術って、魔法みたいなのあんの。え、術なんてあんのこのゲーム。何術ってそんなあんの。俺今ホイミやんない、ホイミ覚えないでやってんのと一緒よこれ。術本領最強やぞ。なんだこれ、はい、何も予備知識知らねえのか。術ショートカットに割り当てて、こんなシステム理解しないで楽しいのか。知らなかったこれ。なんだいや、術なんぞ使わない人も多いぞ。
術ありません。術がありません。目つぶしはチートだから。ある、よく見て、もっと下。ないよ。ある位置をして。覚えられてないんだよ。ないよ。ないよ。術したくじゃねえの。術したく拝んでから。勝ったな。その状態で三角。左で目つぶし。目つぶしの効果何？目つぶしの効果。まさかだけど技が当たんなくなんの。いや、まさかだけど技が当たんなくなんの。目つぶ、まさかマヌーサ。食らうな。あーダメ、目つぶししても食らう。おーい、目つぶししても食らうわ。意味がわからんが、まあ、鉄球外してね。もう無理と呼ぼう。わらわら。攻撃要請が最初は範囲攻撃だから手番に目つぶししても意味ない。相手の攻撃を見せないところね。なんで食らうんだ今の。いやー、ちょダメだ。なんかもう強い。やればやるほど強えんだけど、これ。あー、もう理不尽だ、こいつよ。いやー、もう限界になってきた。やっべ、俺9時から仕事だけど、いや、もうやじやべ、やべ。地獄やな、これ。何これ、勝っちゃうじゃん。
ああ、ああ、外れた、外した。これ勝ったな。おい、目つぶし強っ。おい、目つぶし、ちょ待て、ちょっと簡単になりすぎじゃねえか。大丈夫か。まあいいかも。いきなりイージーモードかよ。渋いな。勝った。もうなんだよこいつ。全員の敵に行くわけじゃないからね。よく考えろ、先は長いんだぞ。我々。ええ、最終回。いや、ありがとうな、お前ら。最終回、最後、いよいよラスボス来たわ。頑張るわ。ほんと、これまで長い旅路だったけど、もう感慨深いわ。9時から仕事だけど。あ、急に冷静になった。ちょっと、ありがとうな、お前ら。最後綺麗に勝つわ。ありがとうな。もう神回避を見せていくわ。この神よけ、お前こんなに華麗によけないようになって俺は食らったけど、起きてな。こう回避してからワンツーからの回避な。バックステップな。このバックステップでこうな。でここ神回避してからワンツーな。ワンな。でこれよけるな。ここで目つぶしな。あー、目つぶし、それ爆弾。はちょ、おい目つぶされてねえぞ。おい、目つぶされてねえぞ。これ投げてるとき全部ボーナスタイムだな、これ。おい、弾投げてるときボーナスタイムじゃねえかよ。大解放じゃねえかよ。おい、弾投げてるとき大解放じゃねえかよ。しかもここでもう一回目つぶしでいいじゃねえか。いいのかお前ら。ありがとう、神様、ありがとうございます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 。パチ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 、投げよ。ありがとうお前ら。ちょ、お前ら、ちょっとありがとう。ちょ、お前ら、ほんと頼むよ。約束通り、ちょっと約束通り、みんな3000人会員入ってくれよ。マジで、ちょ待って、ちょっと やばい、ちょ現実に帰って今、やばい、ちょ俺はなんてバカなことやったんだろう。俺はなんてバカなこと、ミッション、なんて俺はバカなこと、俺なんて俺はこんな大人になってこんなバカなこと、嫁さんに呆れられて、今日仕事でなんてバカなこと。
あの会員が3人入んなかったらもう俺二王今日最終回最終回最終回今日最終回。こんな苦しいもんはない。明日ももう楽しみにしてます。My name is Hanzo Hattori. And you are? Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Ori, I will help you in return.Well then. Dawn is breaking. Come. でも主要になったってことやなかもな。いい最終回だった。血を出てきた。わら。明日もまた同じ書やってみな。また10時間かかるから。天下人であった太閤秀吉様が亡くなり、この国では今、二人の侍が覇を競っておる。一人は、秀吉様を継いだ石田三成と、もう一人は我が主君徳川家康様。わしは家康様から西国大名たちの調略を任され、この九最高のエンディングやな。ウィリアム、近頃巷には地味猛獰が出没し、大名たちは手を焼いておる。鬼を斬るその腕を売り込めば調略の好機となろう。案ずるな。あやかし騒ぎを追えば、お主の仇も現れよう。まずは家康様に近しい隣国、豊前の官兵衛殿のもとに参ろう。チュートリアル終わっただけやが。息が遠いな、おい。俺たちの冒険はここだ。今二王であと100時間ぐらい放送いけるな。お前ありがとな。なんかクリアしたら3000人会員入ってくれって言って一人も入ってくれなかったけど、俺は満足だわ。ありがとうな。今日常闇ラーメン最後食べ行こう。仕事してから常闇ラーメン食べ行こう。それでは皆さん、俺は3時間ぐらいのつもりだったんだ。約4倍かかったな。それでは皆さん、ありがとうございました。俺はランカーはやめたが、二王はまだ頑張るぞ。ありがとうございました。